ルドさんはどうですか。はい、来ました。はい、さあバックスの目で優勝のオルドさんも来ていただきました。はい、じゃあここで、本日最後のですねイベントということで、ミッドナットレーシング、特賞を行いたいと思います。どうですか今日1日いて、まず飯田さんから。いや、オリド君のあのバックスの目が強烈すぎて全部飛んじゃったと。飛びましたね、もうあれでね、すごすぎて。はい、ああそういうことですか。ご自身はどうですか。いや、すごかったですね最初の小泉さんがね、この時もすごかったから。あれね、意外とやっぱ難しいんですよバックはね。バックも 前も難しい。前は織田さんがイベントやってるから、俺と轟さんでバックやってみようってことでやってるんですけど、でも結構台数今年もね集まっていただいて。いや、すごいですね本当に。あとそこにも北九州のセリね、北九州から、北九州来て自走で来たそうですよね。で山口県から山口のやつがね、結構すごいのが、まあさっき選んでいただいたマルティニのやつとか、うん、結構ねすごいいいマルティニ。彼もね福島県から来てますね。そう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 、本当はね100台集めたかったんですけど、うん、何台ぐらい。54台で。あ、もっとでも大きく見えますね。うん、でも54台 MR2 が、まあ40周年記念 MR2 がね、MR2 が54台だって。 MR2 自体もう見ないですよね街中では。まあ、ここにあると当たり前のように見えますけど街中で見ることほとんどないですよ ね、 もうね。でさっきちょっと駐車場行ったら MR2 あと10台くらいいましたか。来てるんですね。来てる。なるほど。まあ本当にね楽しくやってもらって、本当はこっち並べて、ね、もらいたかったんですけど。確かにね。まああとは86ですよ、うん、この数集まってもらって。86はやっぱりすごいね。86ももう日本全国から来てるんでしょ。それはだからあのね山口、うん、四国岡山、四国あとで、ね、鳥取広島いましたね。北はね仙台、やっぱり宮城からも来てますね。仙台、まあ、そんだけ。まあ今回エントリーが289台くらいだったかな。あ、じゃあ MR2 と合わせると。そうそうそうですね、この辺の転車量と合わせると300ちょっと、うん、まあ去年と同じくらいは集まるんですよ。素晴らしい、素晴らしい。あとはお二人さんがほら天気がいいからね、晴れ男が今日も良かったね。去年本当にあれだって予報だと、もう今頃結構雨予報だったから。毎年そうっしょ。鈴鹿もう土砂降りでさ、鈴鹿もうこっち来るんじゃないかなと思ってドキドキしたんだけど。ああ、よかったですよ。ちょうどだから撤収して帰るぐらいに降ってくるんだよね。去年もそんな感じでしたっけ。去年も朝降ってて、うん、で途中ギリギリ止んで、そうそうそう、また帰る頃降ってきたんですよ。そうですね、そんな感じ。まあ先週は飯田さんちょっと相撲で土砂降り。ああ、そんなこともありましたね忘れちゃったよ。あ、一昨日も土砂降りがあったんですか。一昨日もすごかったですね。筑波はもう一昨日もね、そうすごい話。まあね、こうやって晴れて皆さん最後までいていただけるということで ね、 そうですね、楽しく一日。もうこれ皆さんの心がけないんでしょうね。そうですね、そういうことですね。間違いないですね、はい、よかったです。今年は練馬大根はいないんですか。練馬はね、練馬大根もいないし、してほら二郎さん、うん、二郎いるよ。どういる？いる、いる、いる、いや、いるけど、うん、本人はね、本人いないね。いないですよ。本人プラプラ、うん、ジロー、さっき会いましたけど。あ、いたジロー何回も電話したりさ、うん、ジローのこと探したらしいよ。そうそう、結構探したんですよ。だ本当はあれ、押すやつに出てもらう予定だったんだよ。で本当ほら、本当の水戸納豆レーシングでさ、まあね、楽しくやっていただけたら、今日ほら、お弁当も届けていただいて。あ、そうですか、ありがとうございます。さすが、配達屋、弁当配達屋、ニロちゃん。だって、筑波も行ってたんでしょ。そう、筑波もね、2日間で、今日どうしたの、筑波。今日納品したの、筑波した。今日も筑波納品したかったって。あ、してんのね。あ、ちゃんと別隊が行って、自分だけこっち来ると。なるほど。まあ、あんまり仕事やる気が、なんですかね、空弁だからね。ちょっと儲かりすぎてる。そうそう、儲かりすぎてる。でもあれ、先週くらいに仕上がったんですよね、八郎くん。びっくりした。それだから、来年もあれフェンダー切って、多分オーバーフェンダーになってる。元のさ、赤い車みたいにしちゃえばいい。そう、しちゃおう。ロールバー入れて。ジロちゃんのあのファイブバルブ乗せ替えて、リンクのコンピューターにして、絶好調なんですか。そうしましょう。なんかさ、西川レーシング
もうすぐ車ができるできるって言って結局まだできてないんだもん、ね、できるできる詐欺ですよやつは。西川さんは連絡取れるんですか。でも電話しても出ないんですよ。そういう人なんですか、もともと。多分そうかもしれないですね。あとはじゃあ折戸さんの86はどっかある凝ってるとこなんか。いや僕のは至って何もしないです。あでもほら皆さん触らない方がいいんですよ、もうね、ノーマル、ノーマルがね。そう、去年このイベントでそこに出展されてるエルリッチジャパンさんですごいいっぱい部品を買ったんですけど、はい、1個も交換してないですね。してないよ。してない。買ったくせにやってない。買ったくせに全然やってない。やいろんな新品パーツがあったらいろいろ買った。相当買ってましたよね。相当買いましたけど、すごい金額だ。1個も交換してないです。何を買ったかも覚えてない。じゃあ来年はまたいろいろそれを交換してきてもらえない。そうですね。飯田さんはあのバン、なんですかね。カローラバン。バン。あれマフラーここ横から出て。あれちょっとね間に合わなくて、うん、あの。覚えてた L2 かなマフラーの。あれいつ頃から作ってたんですか。でも結局ボディはもう2年前ぐらい出来上がってて。あそうなんですか。だから結局2年ぐらいかかっちゃった。あで今日初お披露目。初、まあそうですね、うん、はい、まあ、中もすごいじゃないですか。 中めちゃくちゃ凝りましたね。もうレイルもされたし全部フロアの絨毯も全部作ったんで今回。あそうなんですか、はい、もうじゃああとこっち自分の86は去年とまあ、まあ、ほぼ、まあ、ちょこちょこいじってますけどね、やっぱりね。もう維持してくるのに。ああ、まあ、車検も取ってしまった。あ、そうですか。はい、じゃ乗れるようになってそうです、そうです。はい。いうことでね。あとは、まあ、自分、あの、MR2、ほら、審査してもらったじゃないですか。はい、86は、なんか、こう、目ついてすごいのあったな、みたいな、なんかあります。ちょっとね、まだ、あ、僕は 見切れてないんですけど、見た86は、僕も全部は見れてないですけど、やっぱり、こう、カスタムの、仕方がいろいろな種類がありますね、うん、ちょっとこうオーバーフェンダーで今風なホイールを履いてみたいな GT ウィングをつけてみたいなのからノーマル風なのからちょっと違う雰囲気のからいろんな86はありますね。そこがやっぱでも魅力なんでしょうね。86こういじるいろいろパーツも出てるし、まあそうだと。また地域によって違うのか、うん、まあ、その仲間内でやっぱこういうのが流行ってるとかいろいろありますよね。今日見た感じトレノトレノってどうかな。まあ半分なんかトレノの多いよね。一瞬見えた。ちょっとトレノ増えましたよねやっぱりね。そうですよね。確かにトレノの方が多いかもしれない。今相場でどっちの方が高いとか。やっぱトレノでしょう。あ今、うん、リトラの方がだんだん高くなっちゃうんですか。まあ何でもそうなのかもしれないです。もしかすると、ね、あ今ね、はい、あリトラ昔はレビンの方が高かったんですけどね、うん、そう走り屋はレビンレビンだったんです、はいはい、でトレノはどっちかというとナンパというかこうちょっと感じだったんですね。そう綺麗系なデート系の車だったんですよね。だから折戸さん取れたんですか。いやそういうわけじゃない。さっきバンドさんがそういうこと言ってましたけどね。あのずっと聞いてましたけどひどいトークショーですねあれ。あんなことはないと。もうでもやっぱり折戸君のイメージは僕はやっぱ取れたんですけど、なんかしないよね。ああ。イメージは確かにね、うん、ま。自分が一番最初に若い頃買ったのはレビンなんですよ。黒銀のレビン。あ、黒銀、あ、黒銀も見ない。一番最初黒銀のレビン買って、あの釣りドア、釣りドア、釣りドア、あの当時で新車よりもう高い金額だったんです。あれそれでも、そう、新車より10万か20万ぐらい高かったもん。そういう車だったんです、ね。うん。もう僕が買った時はもう新車が売ってなくて、うん、2年落ちとかそのぐらいだったんだけど、20万ぐらい高かった黒銀。黒銀も今日はあんまりいないですよね。何台か言いましたけど、黒銀ででも結局あの86も5台目ぐらいなんで。あ、そうなんですか、ね。うん、飯田さんの86は何台目なんですか。何台なんでしょうね。結構何台って言うか、何台あります。あ、何台もあります。あ、現代でもね、現代がね。まあでもこれで楽しく皆さん乗っていただけるということで。あと皆さん今日こういう感じなので、まあ、去年もやったんですけど、なんか質問で聞きたいことあります、この2人に。勇気がある方いますか、誰か。勇気というかで、こっちで当てちゃいますか。誰か聞きたい人あります。そこの後ろにね、あのバンドっていう書いてあるどこのテントがあるんですけど、あそこ行くといろいろ T シャツとかくれるみたいなんで、はい、今日ただでね。さっきステッカーやってましたけどね。ただでくれるみたいなんでね。じゃあそこへ後で行っていただいて、はい、あ、なんか丸印をしてますけどね。もう
あ、あそこに置いてあるも全部くれる。いや、何でもくれんじゃね、多分ね。ステッカーももらえるんですか、まだ。まだあります？ステッカーも、ホイールももらえるみたいな。ホイールもね。はい。あの、なんだったらテントもくれんじゃないですか。テントもくれると思う。ね、あと、86のオーバーフェンダーとかも全部。あれもうゴミみたいだもんね、はい、持って帰ってもらってみんなに。まあでもね、ほんと一日この降らず最後まで、まあさっき言ったように撤収の時にね、うん、降ってきちゃう。まあでも天気は結構ミラクルだと思いますよ。本当に毎回ね、午後も完璧雨マークだったんで、ちょっと降ってきた時に心配したんだけど、まあ、すぐ上がったし ね、うん、ね、濡れるほどじゃなかったんで、逆にちょっと涼しくなってよくなって、うん、いやいや、これで晴れてたらね、ここ屋根がない。暑いでしょ。大変ですね。本当に朝暑かったもんね。本当に思いやりのあるいいイベントですね。毎回食べ物も美味しいし、そう、あ、そう、キッチンカーだけね、よし、キッチンカー今年増えましたね。あの8店入ってくれて、はい、新しいところ結構買いましたよ。あ、すごいですよ。ありがとうございます。聞いてください、はい、あそこにいる藤原豆腐茶屋ってあるでしょ。 はい、あれどっから来たか知ってる？知らない。あれはなんとアメリカのロスから来たんだよ。ロス？ロスで豆腐、藤原豆腐茶屋っていうお店をやってんの。はい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 、はい、来たの？そう、わざわざ？すごいよ。いや、一番遠くから、一番遠くアメリカから本物？本物本物。そうなんだ、うん、じゃ行かなきゃね、あそこね。あれ、そう、一昨日くらいハワイにいて、うん、してこう来てくれた、そういう、なんか旅する人たちが。いや、今日はロスにいるんだ。いるんだ、うん、で本当これに出たいために行ったことある。そうそうそう、あるある、あったことある。ロス行ったんだ、うん、去年一緒にイベントやった。へえ、ロス、ロスで。あ、すごい。まあでももしね、皆さんまだ時間あるから、もしあれじゃあ、うん、藤原東の、そう、あクッション売ってるんですよ、クッション。あ、86のね。そうそう、 AE86 とクッション作って売ってるんで、はい、いや、あの今日朝ね、うん、それで言うと、その手前の86の前だけ積んでる系統があったでしょ。あ、コーヒーさ、コーヒーを出してる時にあれ行って、うん、で、あれを並べるのかなと思ったら、ね、キッチンカーだったんだ。あ、違う、あれはキッチンカーじゃなくて、違う、あれは、あ、86ね、86屋根に積んでるやつね。その前の、あの86、白黒カラーの軽トラは、あん中に86のボディ切ってシミュレーターが入ってるんですよ。あれがそうなんだ。そう、あの、どこにいるんだろう。箱の中に入ってて、 あん中に入ってるんだ。あ、ほら、彼がロスから来た。ハッチ、ハッチのパパ、ハッチのパパ。じゃあちょっとあれですか、買ってもらいましょうか。せっかくだからね。でも英語なんですよね。英語です、英語。はいはい、じゃあちょっと、皆さん大きな拍手お願いします。アキラが英語得意だから、はいはいはい、もう何度も中国人もだと違うことも。はいはい、すごい。はい、よかった。I'll introduce. Hi, I'm Vincent from Fujiwara Tofu Cafe from California. Yeah. It's my first time here, and I love the AE86. It's really mind blowing seeing so many AE86 here, so clean, and I'm sure we all love AE86. Yeah. Thank you for having us. Hope you guys enjoy it. Orito-san, 今日本語に訳してもらいます。いや、もう本当に初めてこのイベントに来たけど、素晴らしくクリーンな AE86 いっぱいで驚いたって言ってましたね、多分。このイベントをどうして知ったかって、なんか質問、英語で誰か。Did you know this event? Kelvin from TMWorks. あ、TMWorks さんね。はいはい。They invited me SNS? To this event, yeah. First time, first time. I love it.大好き。Next year も、come on. Next year. Next year. I'll try. I'll try. I'll try ね。I'll try. I'll try. じゃあ皆さん、あそこのね、お店行っていただいて。When did you go to next event? Next week is Formula Drift Japan in Sugo. あ、Sugo。あ、だそうです。はい。あ、Sugo今までいるの？あの、Formula Drift Japan の Sugo の大会に。で、ずっと日本にいるっていうことなんだ。わかんないですけど。Yeah. When did you arrive in Japan? Three days ago. Three days ago. Yeah. So, how long stay in Japan? A week. One week. Oh, one week. That's all about time. 帰って。ああ、そう。Thank you much. Thank you. じゃあ、大きな拍手お願いします。4H フェスティバル、国際的になってきましたね。どこまでもね、86だし、まあ、俺もやっぱアメリカでイベントやってるんで。ああ、そういうことね。
素晴らしいですね。すごいいい人で、はい、じゃあこの辺でじゃんけん大会に移りたいと思ってもよろしいですか。はい、じゃあちょっと商品をこっちお持ちしますね。皆さんもうちょっとこっち集まっていただけますか。すごい商品を、各出店者さんからいただいてますので、じゃんけん大会を行いたいと思います。最後の、最後のイベントこれバンド紹介からはもうテントごとじゃんけん大会、ね、そうね、もう全部丸ごとじゃんけんでプレゼント、はい、じゃあ皆さん、入場料をペイするくらい持ってってくださいね、はい、よろしくお願いします。